こんにちは、コークTVのこうちゃんです。はい、こんにちは。今日はトイザラスに行ってきました。じゃじゃん。もう丸見えやね。うん、ちょっと久しぶりにね、いろいろ買ってきたので紹介します。はい、まずはナーフ。ナーフ初めて買ったよね。そう、エリート 2.0。 これ連射できるやつ多分。おそらくね。うん、ここになんかいっぱい弾を込められるようになってるよね。こうにあって回すんよ、ガチャガチャガチャ。あー、ドラム式なんかな。ドラムガンってこと。その可能性あるよね。ナーフを一つと、うん、そこ置いていい。布団が沈む。おお、かっこいいね。オリジンフォルムのパルキアとディアルガン。これ欲しかったんよね。いや、かっこいい。やったね。これが一体ずつと、うん、あとはね、またもうこれで。そう、これもね、欲しかった。最近発売になったモンコレのミライドンと、こっちがね、ミライドンとコライドンね。パッケージがもう箱にね、うん、入ってるよね。透明なのじゃなくて、ちょっとすごく中身が気になるね。そして最後に一番お気に入り、せーの、ドドーン。ミュウツーね、ミュウツーのぬいぐるみね。うん、一目惚れしたんよね。そう、どこに飾るん。どこかな。仲間入り。仲間入り、やっぱここかな。おお、いい感じやね。かわいいやろ。うん、このタグを外そう。ああ、そうね、タグは後で外そうか。あ、もう今外す。うん、これ何ぬいぐるみっていうの。ね、ポケモンゲットぬいぐるみ。君に決めたポケモンゲットぬいぐるみ。あ、これも君に決めたシリーズなんじゃん。君に決めたポケモンゲットぬいぐるみ、ナンバー150だって。ミュウツー。他にもいろいろあったよね。うん、かわいいな。一緒に寝るん、布団で。で、ああ、刺繍になってるんだ、ここ。へえ、スプラトゥーンのイカとタコの間。うん、ポテトヘッドと。ポテトヘッドおるんよ。ちょっとさ、ちょっと開けてみようや、モンコレ。いや、すごくない？ミライド。もう、箱がね、こんな感じ。ちょっとミライドンだけ開けてみようか。うん。綺麗に開けてね。お父さんはスカーレットやからコライドンの方ね。こうちゃんがバイオレットで、モンコレ L サイズの30か、ミライドン。なんか最近発売された L サイズのモンコレなんよね。うん、L サイズの27がディアルガのオリジンフォルム、28がパルキアのオリジンフォルムで、29がコライドンね。30がミライド。あ、内箱までついてる。うん、箱から出したよ。いくよ、せーの、ドン。うわ、すごいね。すごくない？やばくない？これなんかさ、造形がさ、今までのモンコレよりもまたさらに1段階さ、細かくなってる気がするの、気のせい。このめちゃくちゃかっこいいんやけど、色もさ、この白いのとか点とか、かっこよくない？めっちゃすごいね。動くじゃん。ブーン、ハイドロエンジンやったっけ。うん、これはかっこいい。ちょっとかっこよすぎるな。こうやって出てくる。これがミライドンね。うん、コライドンはちょっとまた後で開封しようか。うん、ちょっと後で細かいとこまで見てみよう。これかっこいい。めっちゃかっこいい。お店でこんなパンフレットももらいました。
今のモンコレ全種類が載ってるのかな、これは。うん、みたいよね。ミライドンまで載ってるね。あ、ニャオハとホゲータとクワッス買うの忘れちゃった。また買いに行こう。パモとか。あ、そうやね、パモが入ってるね。メガメタグロスとか。うんうん、メガメタグロスね。ゾロワーク、爆風ジュナイパ、うん、ヒスイの姿やね。 L サイズは全種類あるね。うん、全種類揃ったね。巨大マックスの姿もあるし。じゃあちょっと次はナーフ開けてみる。ナーフ、これはなかなか大きいね。うん、もうそれで外れるんやな。いくよ。どう？すごいね。はっば。ダダダダダダ。パッケージのね、裏もすごいいかついん。見て。あ、回転式15ダーツドラムとか。そう、ちょっとこれをさ、出さにいけないけど。回転式15ダーツドラム。タクティカル、なんていうのこれ、3X レイ。バレルアタッチメントポイント。バレルアタッチメント、よくわからんのやけど、その専門用語が。お父さんにはクジャにもよくわからん。弾がすごいついとるじゃん。そりゃそうやん。すみません、この弾どうやって取り出す。あ、もうそこからでも手入れたらさ、あ、取れるよ。いくよ。うおー、弾幕の雨。バイチリオッツ見て、これそれ、これどうやってセットするの。あ、止まったよ。止まった。手でダーツドラムを回しながら、うん、ダーツを装填します。いくよ、入れるよ、うん、一番奥までダーツが入っていることを確かめてください。15発入るんよね。お、すごいね、ガチャって音かっこいいじゃん。あとここだけや。オッケー。じゃあさ、そこの服をかけてる扉に向かってにする。そこ閉めてから。オッケー。よし、行くよ。で、やり方わかる？うん。もうガチャって。うん、ガチャってやって、うん、そう。ガチャってやって前に出して。おお、強烈。どう？待って、手の力がいる。これ結構重たい。15発まで撃てるってことだよね。これでも絶対人に向けたり、クラちゃんに向けたりしてるとダメやけどね。うん、これ面白いよ。またちょっと勝負とかしてみようね。うん、で今回はトイザラスで購入したものを紹介しました。モンコレ探しもね、またやってみます。はい、それじゃ次の動画もまた見てね。バイバーイ。